元気。はいどうも、今回は翻訳なしになっているため動画タイトルでご確認をお願いいたします。で、今回はちょっと雪が降ってるんで、ちょっとどういう挙動になっているのかわかんないんですけど、今回、まあ、前のアカウントでもそうでしたけどそうでしたけどっていうのはおかしいな。その時、雪の時に動画ってあげたっけな。多少、なんかやりにくい感覚があるような、ないような。よいしょ。うわ、危なっ。ちょっと。なんか、遅くね。危ない。危ねえ。いけた、いけた。ここは、これじゃんか。ここで大丈夫かな。よいしょ。あれ？あんまりまだ雪が降ってから BMX にほとんど乗ってないんで、いけるかな、ちゃんと。よいしょ。と、ここはこれ、あ、いいか。結構マジ BF にかなりハマっちゃってるんで、今そこまで今 GTA に来れてないんで、もう今やるやるとか言いながらほとんどできてない。あー、届かない。危ないね。もうよかった、いけたいけた。これはなんだっけ、あれ、これなんだっけ。本当にやったけど本当覚えてない。下って、あー、ボブじゃん、ストッピーだっけ。ストッピーですね。あ、ここそうか。ウィーリーして上に行って、で、上行ったらバックローブかな？確か。ここを駆け上がりの、で、バックローブ。なんだけど、すんなり行けるか。いやー、届かん。よいしょ、いけたいけた。ちょっと BF 離れてからバックローブちょっとなんかできるようになった感覚が少しはですけど、あれ届かない。危ない、取れた。前よりバックローブのなんか苦手意識が少しなくなったかなーって思ったんですけど、ちょっと離れたら。うわー、またか、こういうのやだ、本当に。危ねえ。いけてんのにああいうのに死ぬの、ほんとやんねえな。ここはへこって。あれ、なんか、へこってこの辺遅かったっけ？雪のせい？俺のタイミング悪いだっけかな？
なんか行きにくい気がする。これは、あ、これで終わりか。うわ、ちょっと待って、見えねえ。うわ。見えない。どこ？もう分かりづらい。同色になっちゃってるか分かんない、本当に。程よい難易度って感じで結構楽しいですね、このコースは。ルカさんのコースだっけな、これ。確かに、そうだよな、うん。まあこんな感じです。ほとんど何にも伝えることできなかったんですけど。まあいつものことなんですけどね。はい、すみません。じゃあ、今回はこれで終わります。いつも通りですね、説明欄に URL 貼っておきますので、ソーシャルクラブからお願いいたします。ありがとうございました。